Howdy doody everybody, my name is Kev Gooey and welcome back to Sakura Sakura. おはよう。ベジタブルダイエットもうやめたの？ Wait, how did we get here again? 私の夏はもう終わったんだもん。 Wait, summer? Huh? Wait.I don't know how we got some break. 振られたぐらいでくやくやしないの。男は吉岡くんだけじゃないんだから。ちょっと、誰から聞いたの？ He's not the only guy around. How do you know that about that? That's kind of funny. おい、俺の分も頼む。またヨーグルトかよ。いい加減飽きろ。花粉症に効くんだから仕方ないだろう。菅部長、おはようございます。おお、立花か。座れ座れ。外から見えたんですけど、部長の部屋、窓ガラスがまだ取り替えられていませんよね。Did I miss something? How did we get back to here? Ah, 隙間風がたまらんわい。ごめんなさい。せっかくニコニコしてたのに、ご気分悪くしちゃいました。Did she have a smile? ん？笑ってたか？ Yeah, exactly.笑顔でしたよ。昨日の夜にいいことでもあったんですか？もしかして恋？ A dark smile. What's a dark smile? I like the Hello Kitty though. アホか。先週の筆記試験を思い出してただけだ。Oh, okay. なんだ。問題、いい出来だったぞ。あれは笑わせてもらった。さすがはくるみです。菅部長の一番弟子です。お調子者め。でも桐島先輩、怒ってないですかね？ That's true. 構わん。桐島には今週から1年の指導に集中させるんだ。1年の奴らにはお前を見習って霧島をネタにするぐらいの度胸を持ってもらわんと。いかんわけなんだが、まあ無理だろうな。人に絵を教える時の霧島先輩、笑っている時の菅部長より怖いですもんね。どういう意味だ。ああ、くるみの携帯だ。ちょこっと失礼します。誰からのメールかな。 That was really loud, ringtone. なんだ、トキコ。野口？あ、やった。部長、準備室の鍵ください。 Who's this again? Wow, look at her face. She has a scowl.I left the book he asked for on top of Tachibana-san's locker. Oh. Wait, the person from Yakuza? Zero? Oi, Tachibana! What? Oh, it really does have a scowl. どういうことだ？ どういうことも何も、タキにお願い事をしていただけですよ。貴様、野口とメールなどと。部長、スプーンが寒そうですよ。お前らまさか付き合っているんじゃないだろう。 Wait, who? Taki? I don't know who this person is. I'm confused. 正直に言え。私の目を見て答えろ。あ、リン
Oh. I don't know who this person is. Am I supposed to know? I don't remember. もうびっくりした。たかがメールで疑わないでくださいよ。そんなにクルミをクビにしたいんですか？いや、まあ規則だからな、規則。だいたい部長。クルミには運命の王子様がいるってことを知ってるくせに。ん？あれはお前が作ったおとぎ話じゃなかったのか？で、何の話だったか。桐島先輩の心配までして部長も大変ですねって話です。ああ、まったくだ。中だけならまだしも、外がまたやかましい。教頭は狐、学長は狸、金和田さんが口は出す。いっぺん変わるか。部長は嫌ですけど、指導係ならやりたいです。あん？次の試験はイメージボードだぞ。まさにくるみの得意分野じゃないですか。この子の知ってるくせに。ダメだ。何がダメなんですか。くるみ、先週だって頑張りました。人に教える才能あると思います。答えが一つしかない筆記試験ならまだしも、イメージボードでお前みたいな毒薬使えるわけないだろ。アクセク毒薬ってどちらかといえば甘くて美味しいイチゴ味。必要なのはな、イメージを生み出すための効率的な技法を順序立てて教える力だ。お前にその才能はない。やってみなくちゃわからないですもん。わかる。くちばしの黄色い一年どもがお前のいびつなイメージに影響される、真似をする。結果お前の粗悪品が大量生産されるわけだ。粗大ゴミの日に誰が苦労する？私だ。 But why'd you put into mass production?わかったなら、評価会の絵を早く仕上げろ。それこそ、菅部長と霧島先輩のお仕事じゃないですか。霧島は、次の展示会には参加せんと言っている。つまり、評価会の絵は描かない。描く意味がない。またですか。4月は後輩の指導に集中したいんだとさ。上の奴らに説明する私の身になってみろ。わがまま、みんなみんなわがまま。 Everyone's so selfish, but you know, she wants to teach the newbies. Oh, no, she's so selfish. ほんと、誰か変わってくれんかな。む、これはうまい。I'm a little confused why we went over to that scene, but okay. お口に合いましたか？絶品のなめろうですな。温かいご飯が止まりません。おかわり。What the? What? I've never seen that word. What word is that? Is that a real word? Plicking? What is plicking? Plicking?お前が今口に入れてるそれだよ。皿を舐めたくなるほどうまいから舐めろ。Plate licking? Is that... Oh, okay. あ？ナナコ先生、本当なの？本当ですよ。青魚の身をまな板の上で粘り気が出るまで叩き、ネギと生姜と味噌を混ぜたものです。Sardine? Is that similar to anchovies? I always thought they were similar. 仕上げに乗せられた卵の黄身がまた憎い。はあ、
味の割にはお手軽なのね。私も今度作ってみようかしら。おかわり。はい。奈々子先生の域に達するまではあと千匹の男をなめなめせんといかんぜよ。あら、下品な男を叩くのは得意な方よ。あら、トールさん、どうかされましたか？I don't think Akira got the reference there. Nothing? うん、米一粒残ってないお椀を持ったまま凍りつく男の姿よ。悲しいや。うん、うん。奈々子先生、まだ怒ってるの？ Wait, me? What did I do? 怒ってるだなんて。とんだ誤解です。Oh. Wait, is today Saturday? いやはや、昨日は大変でしたね。その細腕でスーパーまで3往復。Oh, I know. Today is Sunday. Yesterday was Saturday. Or something. Sunday? I'm confused now. Oh, so... Wait, what did I do then? Did I not do anything? Because, you know, Sakura didn't come study or anything. あれくらいの重たい荷物、何のこともありませんでしたわ。それに、3往復ではなく、4往復です。あら、トールさん、どうかされたんですか？ Oh, if you don't mind, could I please have some more? はい、喜んで。Thank you for your kindness. ええ、トールさんはたくさん食べなきゃいけませんもんね。霧島さんとの約束を守るために。Oh no. ナオキさんやアキラさんにも、トールさんを見習って女の子に。ではなく、部活動に精を出してほしいものですわ。Yeah, she didn't finish her first sentence. お、こりゃ一本取られましたな。冗談ではありませんよ。今週こそちゃんと練習してくださいね。ナムナムナム。あんた、こんな状況でよく食欲が湧くわね。Her food is just that good. もう、今更ご機嫌を取ろうとしたってダメです。なんて言いつつ、ついつい許してしまうナナコであった。許してません。Wait, hold on. So Sakura says that Akira and Toru, they're having a private conversation, whispering, and now it's between Nanako and Naoki? Are they a team now? This is weird. That's it, Toru. Oh, never mind. Oh, Nanako, can I please have another refill? Please.まあしかし、七子先生、真面目な話になりやすがね。あ、はい。何でしょう。部活といえばそろそろ吉岡の若様を攻めてみようと思うんですわ。ダメですよ、強引な勧誘は。分かってますよ、力ずくでどうにかなる相手じゃない。相手に関わらず力ずくなんて許しません。もちろん俺が望むのも武力を使わない平和的解決です。当然です。つまり彼の弱みが欲しい。
電話番号、住所、ご両親の職業、誕生日、転校前の学校、どんな些細な情報でもいいんです。 Oh, is that how you got information on that, guy with the railroad thing? 直樹さん、私の職業が何かいい加減覚えてくださいませんか。教師としての使命感に燃える姿は美しいでしょうが、そろそろその小ぶりなお尻に火がついてるんと違いますか。分かっているんなら少しは真面目に練習してください。教頭先生に頭を下げるのだってもう限界なんです。目標が欲しい。ああ、それいいわね。新人戦があるじゃないですか。もう1ヶ月もありませんよ。あ、what? いやいや、例えば1回でも勝ったら、ナナコ先生がゲームを10本買ってくれるとか。And games? How many of those type of games do you need? 私、コンポかマッサージ機。どんな目標ですか、どんな。メゾンムーンなんて美術部専用のマッサージ券が何台も置いてあるのに。お、よそはよそ、うちはうちです。ナオキ、 What are you doing with that rice? ほらほら、ナナコ先生の疲れが溜まってるでしょ。せめて足抜きとか。ダメです。この前壊れた柵だってまだ直していないんですから。 Oh yeah, can we get the plumbing to do? え、あれはナナコ先生が壊したんでしょ。誰のせいだと思ってるんですか。ナナコ先生、なあ、ナナコ先生ってば。Well, I'm gonna end the episode here, buddy. Seems like there's a lot of changes that are happening. And something Naoki's scheming. But apparently today's a day that, today's Sunday where, I think, you know, get a meet up with Sakura, I think, right? Hope you guys enjoyed this episode of Sakura Sakura. If you guys did, then please smash that like button, subscribe down below for more awesome videos, and don't forget to ring that little bell to get notifications of my uploads. Thank you everybody for watching this episode, and you guys will hear me in the next video. Goodbye!